さんいらっしゃい、ガガガガガガ。さあということで、今回は進撃の巨人2をお届けしたいと思います。ゲストはこちらの方です、どうぞ。はい、皆さんこんばんは、進撃の巨人2プロデューサーの小沼です、よろしくお願いします。いやちょっと我々、いや気分いいですね、これ。いやいやもうなんかね、そうですよ、あ気分がいいですよ、すごいなこれ、こんなわざわざ用意していただいて、いただいて帰りたいぐらいです、いやありがとうございます。いやいい感じでございますけど、あで来てますね。そうですね、私はマントの方です。さすが、はい、あ素晴らしいでございます。ちょっとハリーポッター感出てますけど、ちょっとね、ちょっとポンチョ感が出てる、ポンチョ感がね、また立つとね、はい、これすごい短いね、みんなね、これね、はい、こうなったわけでございます。昔短乱的な、ちゃんと兵団の、はい、来てます、素晴らしい、背中にもね、マーク入ってますしね、肩にも入ってますから、すごいよくできてますね、自由の翼のエンブレムが、はい、気候がすごくいい、なんかこのあえてこのかすれ具合も ね、あそうです、あのこれ使い古したわけじゃなくて、わざと、いやそんなわかりますけど、それはわかりますけど、最初ね私わかんなくて、これ山本ちゃんの新品じゃないんだけど、ね、山本ちゃんのほら新品なんですよ、新品だよ、本当だ、だから名人は言うたら結構体調格並んでみる、ほら、だら名人は結構頑張ってるってことですよ、あー本当だ本当だ、やっぱりちょっとこれ渡されたの年齢別、これが正式で、これがちょっとレプリカっぽい、また傷がないやつなんですけど、これわざと傷があるやつなんですっていうのを私聞かされて、あそうなんだっていうのが前作でした。すごいですよ、さすがですよ、何体も何体も ね、そう、調査して戻ってこれてる、手だれの人はああいうものが、はいね、まさに手だれですね、もう毛根まで枯れたからね、何体も大丈夫、生きてたらいいですよ、そう、ね、生きてたらいいです、生きてたらいいです、うつぐな、すぐ脱線するんですよ、本当すいません、申し訳ございません、はい、すいません、まあ、それにしてもこの番組、光栄さんの作品多いっすね、今日2本目っすよね、はい、そう、うちの山口出てたんで私びっくりしました、あそうなんですか、あれあいつ出てると思って、そうなんですすいません、いやもうお二人常連ですから、ある種、いやだって小沼さんに至っては光栄の社長ですよ、はい、自ら、ね、プロデューサーってさっき名乗りましたけど、はい、社長ですからね、そうですね、社長自らですよ、お見かけするからね、さあそんな中ちょっとあえてね説明していただきましょう、はい、そう社長なのだからびっくりする、はい、してる人、そう、あの光栄社長だ、会長さんいますけど、はい、光栄さんの社長、光栄テクモゲームさんの社長です、そういうこと、代表取締役で、そう進撃の社長ってやめなさい、進撃の社長じゃない進撃やけどね、すごい方ですけれども、じゃあ自らちょっと わざわざ、ね、来ていただいてるんですよ、はい、はい、教えてください、お願いします、はい、ではスライドの方お願いします、はい、はい、前作はですね、32万本以上売れたというところで、タクティカルハンティングアクションゲームとなります。で、まあ、当然あの累計発行部数7100万部と非常に驚異的な売り上げで進撃の巨人の世界を体感できるというゲームとなっています。はい、次のスライドお願いします。で今作はですね2作目ということで、前作から大幅にパワーアップしています。アニメの、本当だ。そうですね、あのアニメのシーンが、自分の手で再現できるように、できるようなシステムを入れたいですね、まあ、巨人の動きがよりリアルに怖く恐怖感が出るような形にしたいとか、あのストーリーはシーズン2までの、アニメのところを入れたりとかっていうところで、非常にボリューミーなタイトルになりました。すごい、あいつも出てくるのか。そうですね、前回もだいぶあの立体軌道についてはすごかったですよ、びっくりしてましたもんね、ジャパンさんも。なんで今回は巨人の動きに注力して、あの制作を進めてまいりました。はい、次のスライドお願いします。で、キャラクター、プレイヤブルキャラクターですけれども、こちらの前作10人で、作ったんですけれども、はい、ユーザー世界中のユーザーさんから7番が使いたいとかいろいろですね、キースでやりたいとか、まあ推しがね、そうですね、皆さん推しがいろいろあるので、じゃあ、あのまあいっそのこと増やしちゃえということで、あの37人ほど増えてます、30人以上37人ほど増えて、じゃあ37人になっていて、自分オリジナル主人公入れて38人ということになっております。あらまあ、はい、えらい増やしていただきましたね、はい、それでですね、次のスライドでお願いします。で、
今回あのオリジナル主人公作れるんですね。そうですね、前作は、リヴァイとか、あの進撃に出てくるキャラクターになり変わって、あのプレイしていったんですけれども、はいはい、今作はですね自分の投影するべきオリジナル主人公を作って自分が兵団の中に入って、うん、よかった、イケメン作れるんですね。そうですね、うん、イケメンからいろいろ自分に似せたものから何から何まで作れるというところで、今回はあのオリジナル主人公システムを作っています。で、日常パートを強化してですね、いろいろなキャラクターと交流できるので、進撃の巨人ファンにの方には非常にあのいろいろなキャラクターといろいろなゲームならではのイベントが起こせたりしますので、楽しめるものになったんじゃないかなとは思います。うん、で PV のところはあれは私です。一応今コメントありましたけど、ね、やっぱバレてましたね。バレてましたね。さすがやなみんな。はい、はい、次のスライドお願いします。でその他ですね、いろいろやりこみ要素を満載でですね、今回巨人捕獲できたりしますし、はい、開発武器もバリエーション増加してますし、何あれ、え、これなんすか、かさばらへんあれ、ね、すごいな。一応あのちゃんとあの版元さん、講談社さんとか伊佐山先生の監修受けて、この範囲内だったら、まあ進撃の巨人の世界観に合ってるから中だからいいよっていうことでやってますので、そこら辺は一応公式なものと思っていただければと思います。戦う上でね、あの辺もちょっと遊びたいもんね。そうですね、じゃけね。あと右下にオンラインモードも前作より大幅強化ということで、こちらの方もですね、あの世界中のあのユーザーさんと遊んでいただきたいなとは思っております。はい、はい、次のスライド、これで終わりかな。はい、これで終わりですね、はい、となっております。すごいな、迫力ですけどもね。はい、じゃあちょっとまずはね、プレイしていきたいんですけども、はいはい、それ言ったらあのカスタマイズっていうかね、あのキャラ作れますので、はい、まずそっからちょっとやっていきましょう。はい、はい、じゃあ山本ちゃんお願いします。山本隊員、はい、あれ、あれ、こっから、もう、え、できてんじゃんこれ、何、名人、デフォルトが名人なの、名人じゃない。一生懸命開発がですね、あの名人に似せて、あ、やっぱりそうなんですか、名人やん、はい、ですよね、デフォルトがこれなのと思って、ちょっとデフォルトこれじゃないです、これって言ってるんですけど、あ、違います、そんなに傷があるよ、名人、でもなんか、うん、あー似てる似てる、あ、似てる、あ、髪があると、あ、全然違う、あ、昔の俺だ、こんななかったでしょ、なうん、あ、いいね、お侍ちゃんみたい、あ、でもちょっといっぱい髪型、昔でもっとね、あのクリクリパーマやったよ、なんかテンパみたいな、なんかね、そう、ボサボサだったんだよね、なんか、この辺だったの、昔はちょっとね、うわ、ちょっと、ね、七三っぽい、こういう分け方がね、もうなんか分け目のない分け方っていう感じ、あれな、いやーでもね、まあ、もうなんかこれでいいよ、これで、もはやもはやそれよ、いっぱいいるな。いやいや、なんかちょっとか、まあいいか、ちょっと眉毛、眉毛もうちょっと太でけへん、眉毛、ね、太くてもうちょっとね、ま、垂れた感じ、いや、だ名人に近づけたいの、垂れたか、名人、ん、もう、名人の顔みたい、ほら眉毛太いから、眉毛もっと太いね、太さマックスなんだよね、これ、違う、ね、これは細い眉毛を選んでるんじゃない、そうそう、眉毛の形がおかしい、違う、別の眉毛って選べないのかな、眉毛これでいいよね、うん、目のところで、そのもう一個上ですかね、あ、目、ここで、よそか、はい、君ら名人を作りたい、あ、これいいね、これいいね、ちょっとジャンプっぽい、いい、いいんじゃない、すげえ、入場、入場勝利、いい、いいね、あ、そうか、ごめんごめんごめん、ね、ごめん、垣根超えちゃった、立体軌道で超えちゃった、超えちゃった、ごめんごめん、両方知ってるから言っとくわ、大丈夫大丈夫大丈夫、どっちもどっちも大きい会社、口はまあ、ちょっとちっちゃいかな、口角下げかな、げて、この辺かな、うんうん、あ、ちょっと名人っぽいね、1位は、1、あ、もうそんな、そんな鼻の下、上じゃない、ゴリラだよ、ゴリラ、もうちょっと上じゃない、そう、結構上やね、違う、それぐらいでいいね、いや、1って大事だな、やっぱり、肌の色、肌、そんなもんじゃないの、ちょっと赤いかな、光りすぎだ、光りすぎだ、ちょっとね、いつもいっぱい引っ掛けちゃってる雰囲気あるから、もうちょっと赤いって、それぐらいで、まあまあまあ、それぐらいだね、あ、服も選べますね、今日は青だけど、
まず色を色はあの決めてから下に、はい、そうです、ね、あ青にして、見て綺麗な顔だ、うん、そうね、水色っぽいのでいいんじゃないですかね今日は。だってシャツ、ね、あ、これでいいじゃん、この水色、うん、いいんじゃない、はい、おシャツ、ジャケットはこれか、うん、うん、あ、いいなさい、うん、おなんかそれそれただの警察官みたいになってる。これね、はい、はい、いやいや、いいんじゃない、いいんじゃない、あ、いいんじゃない、まさに創業系、うん、めっちゃかっこええな、マントなし、あ、この上にマントっちゅうのもあんだ、そういえば、そうですね、あ、でもつけちゃうと今日はだからなし、うん、うん、いや、かっこええ、メガネは、メガネ、メガネ、あった、あった、いいんじゃない、それで丸メガネだね、丸メガネ、うん、あ、いいね、じゃあこれでいきますよ、はいよ、すごい、クソ弱そうだけど、いいでもなんかちょっと勉強できそうな雰囲気になっちゃったね、名前ついてるやん、名人、生命だから名人、高橋、高橋名人、じゃあ今日はこんなギャラクターを使っていきたいと思いますよ、すごい、はい、いいね、うん、さあそして、そしてからのキャラメイク、からの次はね、うん、さあこの後はどういったプレイになるんですか、この名人高橋を使いまして、そうですね、あの今あの、はい、はい、チュートリアルをやらせていただきたいと思います。訓練ね。操作って前と同じような感じなんですか、うん、操作方法。少しですね、はい、あのアクション部分でワイヤー刺した後に左右に動けるように、ちょっとボタンのとか操作をやり方変えたりとか、今回新しく入ったシステムとかが入っているので、うん、はい、前作遊んだ方でもちょっと最初戸惑うところあるかもしれないんですけど、はい、あの前作よりもあのやりやすくはなっているのかなと思います。まあそこら辺はゲームごとにチュートリアルでね練習しますからね。そうですね、ちょっとねアクションゲーム普通あの操作性変えないんですけど、操作方法変えないんですけど、ちょっとあまりあの前作よりこっちの方が全然いいだろうということで変えてみて、なるほど、ね、はい、やってますので、はい、で既に今日発売でやっぱりちょっと最初戸惑ったけどこっちの方がいいやっていう意見も出てるので、なるほど、はい、よかったですね、今日はあのそれは、はい、あの山本さんがやっていただけると思います。はい、はい、じゃあ早速やっていただきます。いるか、まずは、まず、あ、これが全、これ全体マップですか、そうです ね、はい、これで、はい、丸でやっていただければ、おや、ん、一回ちょっと待ってもらえ、待つよ、はい、これ序章第1話ということで、はい、最初のあの、まあ兵団の訓練的なストーリーのところを、今日はやっていただこうと。なるほどなるほど。はい。おお、結構。もう名人。かっこいい。いいね。決まってるね。エルディどう。これあの今度じゃあコスプレ作ってくれたらこれで。あっちじゃん。おお。なんでこれのサッカーで笑うんですか。そりゃそうです。しょうがないけど。はい。おー、出たー、あ、女の色、すげー、おお、名人すごい、楽しい、名人、いやあのさ16ジャンプやん、16関係ねえぞ、この操作っていうかさ、やりたいんだよね、本当にこのゲーム、いやもう、ケツくっさい、今あーあ、ぶつけてる、何をしている、あ、そうか、あれバシャンっての出るのじゃん、地面するのも結構アニメのシーンとかはありますので、はいはいはい、前作実はあれなかったんですけど、今回わざと演出的にあれ入れてる、そうなんや、はい、いいねー、かっこいい、あの操作どう、どんな感じ、今まだあのもうバッと四角を押してるだけなんで、あ、そうなんだ、はい、え、どっちにどうなんの、四角でアンカーで、あのバッとであの、封筒を出し、あの移動します、はいはい、地面にいるときはバッとはジャンプになりますけれども、空中のときはブーストですね、あ、はいはい、あ、早い早い早い、名人、まず、高橋1位、いいねいいね、次は巨人を持った目標を相手に、あの首ね、戦闘の基本を学んでもらう、うなじです、あ、なるほど、誰、 RJ6、 まずは小さい巨人からやってもらうぞ、6巨人の弱点部位は理解しているな、そこに狙いを定めて、スタン
ことか。確実に攻撃を当てろ。え、これは一体一の位は誰にでもできる。そうですね、黄色いマーカーが出てる時に R1 を押すとロックオン状態になりますので、その後に三角でアンカーを、巨人に対して射出して、はい、刺さった後、バスボタンで高速に移動して、刺さったところに近づいてきますので、はい、そこでタイミングよくもう一回三角を押すと、ブレードを振るという流れで、一連の流れになります、はい、やっぱり刺さるよ、飛んでくる、切る。そうです、近くに寄るために、移動するみたいな操作はいらないんですね。そうですね、はい、三角を押したままバスを押さずに四角で左右にやると、空中でこう回転しながら、その手順を中心に回転しながら移動ができるっていうのが、はい、そうですね、これですね、かっこいい。これをやりたくて、今回そこの先ほど言ったアクションの部分の操作をちょっと変えたというのが、なるほど、はいはい、そこだ、どこ行ってんの、どこ行ってんの、外しちゃった。そうか、黄色いワッチが出たら刺さるってことなんですね。何をしている、まあ、今次に行けって言われてた。訓練に取り掛かれ、訓練に取り掛かれ、よし、父ちゃん、次は大型の巨人だ。あ、もっと大きいやつだ。先ほど V が1つしかなかったんですけども、今回は2個あってですね、確実に狙え、まあ、急所は同じなんですけども、うん、足を切ると動きを止められるっていうのがありますので、それを練習しましょうってやつです、はい、足を止めた後、後首みたいな、ね、そうですね、首でいいでしょ。まあ首でも大丈夫です。まあ、危なげなしいね。もう一回攻撃してみろ。何、なんて？足いって。足ブースト、失敗、タイミング外したってことかな。そう、ブーストをかけてみなさいって言われて、バスでブーストを、アンカーさせてバスでブーストで三角で、そうか、はい、首得意だね。攻撃部位の素早い選定が肝だと覚えておけ。かかとでも、足足いって、まずサボチです、まず足、うぇ、その後三角で、その後ジャンプして、そうからのいいよ、その角度、イエーイ、いいね、よし、じゃあ少し休んでから行こうぜ、少し休んでから行こうぜ、そんなこと言わないで頑張ろうよ。頑張んのかい、あなたを見習わないとね。これより本日最後の訓練を開始する、うん、これから周囲に多数の目標が出現する、迅速に索敵し、同じ訓練生とたくさん出てきますので競争し合うっていう、あ、だから周りに負けたかんねんね、はい、あー、やばい、なんか急に緊張してきちゃった。で今回今見た図、間に木、ワイヤー張った後に木があるとですね、はい、ワイヤー切れるようにちゃんと見るようにしてます。へー、取られるお前が悪い、難しいですね、なんでよりリアルに障害物があると、うん、ワイヤーが刺せなかったり切れられたりしたりしますので、まあ、これも位置取りとかも気にしながら進めていただければと思います。加速不足、今のかっこよかったな、ね、うまい、おさっきのやったかかとが足切ってからの、それが兵士としてのそのままの対する首みたいな、あら、これは何だろう、あれはちっちゃいのしか、ちっちゃいので一つしか無理なの、小型の、なるほど、でかいの探せ、はい、おっ、これでいけば、おった、かかとからので、それは三角もう一回すぐですよ、かっこいい、うまい、うぇー、コンボ気持ちいい、いたな、可能な限りからの、うわーし、いいね、うまなってるやん、いいな、なんか俺上手になったら相当見せプレイできますね、ね、いやでもいいな、これなんか自分が活躍してるみたいすごい気分いい、これ本当に、でもうまいと得点も高いね、うん、加速不足、今もあるのか、ね、
やっぱりある程度離れないと加速はやっぱり足りないんですよね。そうですね、近くでブーストしてもちょっと距離が短いと外に出ないので、だから今の時にロープ切れちゃうんだよ。エアリーに関係するよね。ね、うん、やっぱり高いね。振ってみます。後ろ回って、後ろの子、後ろの子、あよし、ダッからの隙間からいけるか。今のは切れちゃったね。あの、よっしゃー、発表するぞ、うん、いいよ、まだ中間成績、今 3位ですね。3位、左上に出てますけれども16ポイント。あら、負けてるぜ。おいおい、なんだよその立体軌道は。少しは俺を見習ったらどうだ。組だけ狙ったら。え、でもポイント、ポイント的にはあの2個 やれるので、はい、うん、よっしゃ、ほら、さっき越されるとこやった。取ったぞ。でも向こう19、24、19やまった。まだライナーって見方が見方とかそんな無理やろ。だって名人メガネかけてんねん。やばい、関係ないよね。いや、やっぱこうする時間、こうメガネ上げる時間がどうしても。今の勢いに飲まれそうだ。たとえ訓練でも、あいつら移動も早いな。技術を高めるため、あ、けあそうか、足りだけちゃうんや。そうですね、あの、いや、あの訓練兵いますので、はい、それでも3位やったらすごいね。そうですね、うん、私は憲兵団に入りたいから。ついてくならミカサかライナーだ。一瞬の回、あー取られちゃった。数時間たまらんなんだお前かよ、巨人と戦えるってことを示してやる。いけ、お互い頑張ろうぜ。いけ、取られた。最後取られちゃうか。ね。いや、最後取り放題だ。もう。それは。ライナーさんだろう。ライナーブラウン。お前が1位だ。ブラウンさんめ。さすがだね、ライナー。いや、でもすごいサクサク。気持ちいいですね。はい。慣れてくれば結構楽には終了だと思いますので、希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。そうですね。一応あの1位も取れる必要にはしてあるので、うん、あ、何これ、え、これあ、このリプレイじゃないですよね。この続きかな、使われ、ちょっとイベントシーンです、うん、はい、あ、これ自分の視点ってことか。そうです、はいはい、こういう視点でゲームの中のイベントとか結構あったりはしますね。焦って姿勢を崩したんだな、名人高橋。かっけー、でも無事でよかったよ。かっこいいですね。うわ、ガスなくなった時に出しますね。にょー、はい、うん、お、S! 名人 S だよ。 S すげー、素晴らしいです。名人って、名人、名人って名前がいい。まあ昔子供によく聞かれましたよ。なんて、名人って、名人って名前なのって。それ、なるほど、名人っていうね、そうそうそう、名人、ななとみたいなね、ね、うん、あー、ということでございますけれども、うん、今日は他にも見せていただけるんですよね、はいはい、次何でございますか、うん、そうですね、シーズン2までストーリーが入りましたので、うん、はい、そのシーズン2で、あのちょっと印象があるようなところを、あのスタッフの方でプレイしてもらいますので、あ、はい、これスタッフさんがやってくれる、お願いします。うちの山本隊ではなく、はい、なるほど、鍋さんがやってくれるんやろうか。これ見応えありそうだね。ね、うん、もう失敗 しないんでしょ多分ね。うちの名人は頑張りましたが、誰がやってくれるんですか、うん、アニメ の同じシーンが再現されたりね。鈴木さん、はい、鈴木さん、プレッシャーかけると大丈夫かなって心配があるんですけど。鈴木隊員、はい、獣の巨人です、はい、鈴木隊員は誰の、あれ名人これ、いや、違うっぽいね。名人ではあるよ。さっき名人ですよ。名人さっき作った名人です。おお、情けないところは見せられない。わあ、
まずは接近する巨人を倒すぞ。巨人ああいう飛行車みたいなのが今回いますね。めっちゃ走るよ、はい、いろんな動きを今回捕まえられへんね、はい、もたついていると巨人に囲まれて身動きが取れなくなる。うまい。早く104分の3。ちょっとここで見せるとターゲットのチェンジ。これもう早せると再生しようから ね、 ね、あの動きを止めることができるので、はい、おで、おー、ネット、捕獲、ね、捕獲、捕獲、はい、巨人を引きつける。お前たちは104機を守れ。おう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 、これ奇襲攻撃、見つからないように。おお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 お、すげえ。今の渋い。ほんで、いや、これ録画しといてくれないかな、本当に。なんで非常に強力な奇襲攻撃なんですけども、はい、左の下 の、 あのグレードとガスのゲージが一気に減りますけども、あ、はいはい、あの そういうあのちょっ と、マイナス面もあるというところと、奇襲スコープモードで相手に見られるとデンジャーゾーンといって、あの巨人が非常にアグレッシブになってしまうモードがあるんですけども、なるほど、はい、なんでそういうあの過激はありますけども、あの遠くからやる今ちょっとね、デンジャーモード、やばいよ、はい、やばいよ、全速力でかけろ、戦闘開始するぞ。これ今どういう状態？これはですね、あの巨人にずっと見られると巨人が一定の、そうですね、一定の時間強くなりますので、ね、もうアイテムの先行弾を打って鎮静化させるか倒すかっていう、時間まで逃げ切るかみたいな。この調子だ。この先も可能な限り巨人との戦闘を避けて進む。なんだか悪い予感がします。近くに巨人がいそうな気配というか。よっしゃ、決まった。やばい、めっちゃでかいの来るの。装備に余力があれば拠点を設営したいな。あ、で今スコープやって見られてしまったので、すぐあのあのデンジャーゾーンに入って、相手がアグレッシブになりました。で今先行弾打ったので先制化させたので、はい、これほぼうちの相方やん、これ。絶対出てこないね。あ、目的地に。わー、すげえ。なんというの。でかいよ、でかいよ。はい、でかいな。今回拠点をこのようにいろいろな拠点を作れまして、はい、はい、正確にこれ、これアイテム補給できる拠点とかですね、はい、あの自動砲台ですとか、前回もあったあの砲台に乗り込んで敵を撃つみたいな砲台とかも、うんうん、そうです。これがそうです。あ、これが砲台。え、すごいですね。発見に失敗。あ、なんか捕まってる。助けて、助けて。あぶねー。で、捕まってたらああやってあのダメージ入れれば。おこれはですね、あのバディアクションといいまして、左のところに3人ほど今自分の味方として来てるのがいますけれども、めっちゃ神人そっくりだった。これ、はい、訓練したらできるかな。あんな動き、まず体重軽くしないと飛べないだろうね。出た、出た、名人、めっちゃ名人じゃん。15連射目だ。ガスとブレードがもうないので、はい、一度くるこれで交換してって形で。ああ、はいはい、なるほど、勝ったなに。うん、これガスとかの残りってどっかに出てるんですか。はい、あの左の下のところに、はいはい、ブレードが2個で、今ガスが2個ですね。はい、ああ、はいはいはい、で下の黄色のやつが閃光弾が1つと、上の5個のやつがあの体力回復になります。はい、拠点、拠点、何をつけ、ここに立てるぜ。アイテム補給、補給拠点を今立てます。はい、取った。でも拠点壊すぞ、ね、そう、ね、やばいやばい、助けー、うまい、いやー、うわわわわ、うなぎに入れなかった今、うい、
早っ。これ拠点を設営せよっていうのが何回も出ますけど、はい、1つのエリアで例えば上限値ってあるんですか？そうですね、上限値が今あの3分の1とかってありますけれども、あれが上限値になりますので。ああ、はい、これか、はい、はいはいはい。で右の方に任務があるのが、あれをこなしていくとストーリーが進んでいくっていう任務。こっちにいない。うわ、真っ正面だよ。ね。ようだ。オールだ。あ、捕獲成功。アイテムが8個を持っていけるんですけども、今あのグレードじゃない多分切り替えになってる。大型来た。さあ、しかも飛行種や大型やのに。筋肉もすごいし、もう歯づきすげえな。ひよこ、先に作りたい。あっ、これなかなかすげえ。あたたた、ネジやべやべやべ、おー、自分もあえてかっけー。ネジやっぱ、髪生えてるやつかっけーな。髪の問題輝いてる、あなた輝いてるの。よいしょ、イエーイ、イエーイ。いやー気持ちいい。これで全部いってますか？全部逃げましたね。記憶の140点は。お前だけでは手が足りんはずだ。俺たちも行く。見てと合流せよ。はや、あのアンカーがさせないところは馬で行った方がいいですけど、はい、アンカーさせるときはもうガスとかがあれば別にあのこっちの方が全然行った気分が早いです。急に本物現れたよ。実写版、実写版アバターが続いてるかと思って、若かりし頃の自分を思い出してたみたいな、ね、いや実写版ちょっと時間なかったんで獣までは到達できませんでしたけど、素晴らしかった、はい、すごいなぁでございました。さあここからですね、最新情報でございます、はいはいはい、またお願いします、はい、じゃあスライドの方お願いいたします。はい、本日発売になりました進撃の巨人2はですね、プレイステーション4、ビータ、ニンテンドースイッチ、日本もスチームでも発売しておりますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、次のスライドお願いします。わ、すごい、はい、追加コスチュームはですね、以下のスケジュールで配信いたします、5週にわたって本日から配信いたしますというところです、うん、はい、次のスライドお願いします。で、はい、デラックスエディションダウンロード版限定のデラックスエディションに関しては、こちらの方が先ほどの、追加コスチュームを全部、ダウンロードできる、のが入って、この値段というところで、うんうん、あの全部ダウンロードしたい方はこちらの方がお得かなというところになります。そうですね、はい、はいはいはい、次お願いします。で、前作も好評でした追加エピソードも来週22日から配信予定としています、うん、で今回は今回も12エピソード前回と一緒ですけども、今回はシーズンパスも一緒に作ったので全部落としていただける方はシーズンパスの方がお得かなと思います。はい、はい、次お願いします。もう1枚で、あ、はい、これか、捕食モード、そうですね、殲滅モードというのがあの基本入ってるんですね、はい、あとは協力プレイしながらストーリー進めるモードとかオンライン系は入っているんですけども、オンライン対戦は一つのモードしか今入ってなくて、はい、こちらの方はですね、3月29日に、無料でダウンロードできる、追加のオンライン対戦モードというところで、今度は巨人側になって、あの人類をたくさん食べた人が勝ちっていう、はい、ちょっと衝撃なモードがあの、はい、予定しております。進撃する巨人を楽しむと。で、この巨人をいろいろ使うためには、実は先ほど結構捕獲とかしてましたけど、はい、あれで捕獲していろんな種類を集めないとですね、捕獲した巨人しか使えないっていうのがあるので。なるほど。あれもしかしたら繋いだ
跡みたいなことですかね。あれと光ってるの。あれはですね。あれは強いあの自分のあのちょっと強いエフェクトが出てる。ああ、そう、はい。見つけた時みたいな感じなんですか。なるほど。捕獲しとかな、ね。いろんな巨人を捕獲しとかしといたら、うん、しといた方が、はい、そうですね。あのいろいろ。でっかいの捕獲できるんですか。そうですね。はい。あの特殊なやつはあのできないんですけども、はい、小型から大型まではあの捕獲できますので、ぜひ。巨人視点でね、ちょっと見てみたいよね。ですよね。結構叫び声がする、結構衝撃なモードなので、ぜひお楽しみになっていただければと思います。暗いって書いてあったからね。食った瞬間とかね。やべえな、このモード。すごいな。いやー。楽しみですね、配信があるの。そんな感じですかね。はい、いやー、ね、でもね、あのちょっと私の活躍もありましたけど、はい、うん、見てる人試してみたいと思うんですよね。いやいや、それも買ってくださいよ、ね、試してみたいなら買ってくださいよ。いちょっとあのいやいや何本かいただけないでしょうか。すいません。言っちゃったよ、言っちゃった、あの人何本かでいいです。名人頑張ってたんだ。何本か、はいはい、今日は1本でいいでしょ。別にもう1本でもいいです。はい、はい、ちょうだい。はい、わかりました。独特の間。電人ゲッチャーに、紹介していただけたということで、はい、今日はですね、あのプレイステーション4版を2本ほどおおおいただきます。2だけに、はい、最近2本くれるメーカーさん少ないよね。そうそう。今年初かもしれない。2本ですね、多分。今日もね、皆さんくださいましたけど ね、 ね、今日もいっぱいくれたけど、はい、2は2位はなぁ、いやー、ありがとうございます。こういうのが来てますからね。ね、もう、ということでここら辺はもうエンディングでまとめてね、はい、お知らせします。はい、はい、じゃあ最後にご覧皆さんメッセージお願いします。はい、進撃の巨人2はですね、本日発売となりました。前作遊んでない方はもちろんですね、前作遊んだ方も今回はちょっと違った視点で、プレイができるというところと、前作、なかなかキャラとのゲームオリジナルの交流がもっとしたかったのにみたいな意見とかを取り入れまして、うん、そういったところも非常に手厚く、作ってですね、うん、あのちゃんとあの版元の、講談社さんとか伊佐、はい、山先生 の、 あの、ね、監修も受けてですね、うん、公式な進撃の巨人のゲームとしてあの、うん、ファンアイテムになるような形で作ってまいりましたので、ぜひあの進撃の巨人少しでも好きな方いらっしゃいましたら、ぜひ遊んでいただきたいなと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、なかなかね。ね、いいね。い、今日ダウンロードしちゃうかな。あ、ぜひぜひ。ありがとうございます。いや、あのね、シェーダーの感じとかがね、前回も良かったんだけど、すごいいいんですけど、はい、あの髪の毛なかったじゃないですか、名人だったんで。はい、あの髪の毛とかでよくわかるんですよね。あ、そうだ、そうだ。クロスシミュレーションも。あのすごいよくしたので、うん、よくあの気づいてくれて嬉しいんですけど、いや本当そこなんですけど、はい、なんか髪の毛なかったからね。ちょっと分かそこすっげえ難しいんですよ、そこの表現って。そうですね、うん、はい、確認した人は今日ダウンロードしてください。いや本当ね、そこ、いや地面スレスレ行くやつも ね、 そうですね、あれいい、はい、ね、かっこいいね。これ早く巨人やりたい。巨人やってみたい。なるほど。いやいや、うん、その巻き寿司食うみたいな。いや本当に、いやそうやけど、恵方巻きはないやがな、ね、はい、ということでございまして、メーカーさんいらっしゃい2、はい、今回はですね、進撃の巨人2をご紹介いたしました。皆さんどうもありがとうございました。目指せない冒険。